はい。今日は何曲でも大丈夫ですかね。1曲ぐらい歌ってもら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 って人は偉い。でも台風にしてはすごいですよね。まあざっくりですけどね、正確な何人までは出ませんけど、また始まった1万5000人ぐらい出てますよね。はい、アリーナ席2階席満席でね、ちょっと長いですね、もうちょっと見えないかもしれませんけどね、はい、気持ちよくね聞いてってください、よろしくお願いします。さあひとみちゃん、はい、今や世界でえなかひとみたった一人のオリジナルの自己紹介、はい、台風でも猛暑でもやります、聞いてください、お願いします。はい、恵方巻きの絵中目黒の中24のひとみのえなかひとみです。皆さんの体にビタミン、そしてハートにひとみ、えなかひとみよろしくお願いします。素晴らしい、今日は上手に言えました。はい、ちょっと長くなったんでね。そうですね、はい、後半の部分が出されました、ね、噛んじゃったね。さあ、なんかひとみさん、はい、はい、そして私が紹介獲得商品0円、はい、プロテニスプレーヤーの南雲和則でございます。最近はもっぱらなんかひとみさんの専属 MC です。よろしくお願いします。かっこいい、ありがとうございます。かっこいい、かっこいいってね、もうね、さっきね台本書きました。超イケメン、よくいいですね、はい、優しいね、はい、時給1200円で雇いましたね。もらってないよ。もらってないよ、まだ何もね、バラエティア違う。さあひとみちゃん、はい、外台風ですごいですけど、静止画なんだ、気象予報士を目指すえなかひとみさん、この台風なんですけれども、どうでしょう、ピークはいつぐらいでしょうか。ピークはですね、はい、今日のだいたい夜8時くらいから朝の9時くらいに通過する予定ではいるんですけど、じゃあ皆さんもう帰った方がいい。あれ、ダメです。あれ、まあ電車止まらないように ね、はい、頑張ってください、はい、はい、電車頑張ってね、動いてほしいですね、はい、はい、ではそれではね、はい、今日は尺はたっぷりあるんですが、一応ね何かあるといけませんので、はい、最初の曲いきましょう。はい、そうですね、最初の曲が、はい、マイラッキーチャームです。はい、マイラッキーチャームのラッキーチャームなんですけども、はいはい、ラッキーチャームっていうのはどういう意味なんですか。ですね、はい、お守り、お守り、はい、自分を守ってくれるお守りです。お守りでございます。はい、ちょっとひとみちゃん、このお守り開けてください、はい、こちらの神楽坂マッシュレコーズがございます、氏神様、はい、赤城神社というのがあるんですけども、そこでねお守りをね買ってまいりました。ここのお守りはねすごいです、かわいいです。じゃん、鬼太郎の親父、はい、鬼太郎の親父、かわいいですよ ね、 すね、赤城神社はねすごいんです、はい、中にマンションがあったりカフェが建ってたりして、近代的な神社がマンション経営してるというすごい神社なんですけどね。はい、ぜひね、マッシュレコーズに寄った際にここにもねお参りすると、そうですね、はい、江中ひとみさんが帰省してる時、僕はねお正月とか必ずここに紅白出れますようにって管理絵馬をね書いてくるんですよ。大変なんですよ、はい、いい社長と言われないよ。じゃあこのね、鬼太郎の目玉親父とマイラッキーチャームの主人公が大好きなクッキーをセットにして、今日芸能生活21周年を迎えました葉月しおりさんにねプレゼントします。はい、早くね足を直して元気になって、また一緒に歌いましょうね。はい、はい、よくなりますように、はい、健康になりましょう。さあ、そしてもう一方ね、お守りをプレゼントしましょう。こちらの守りはちょっとねタイプが違います。さっき鬼太郎の親父でしたから、今度は何だと思いますか。わかりますか。鬼太郎、鬼太郎のちゃんちゃんこです。鬼太郎のちゃんちゃんこのお守りと、それからクッキーをセットにしてねプレゼントしたいんですけれども、えなかひとみさん、最近は帽子を取りました。取りました。ちょっとイメージチェンジをして何か増えたと思いません。リボンが ね増えたんです。やったらめったらつけりゃいいっていうぐらいつけてますけれども、ちょっとぐるっと360度、はい、後ろにもついてます。さあ、
このリボン頭にいくつついてるか、はい、ぴったり当てた方にはい、そちらのお兄さん13個惜しい惜しい、はい、はい、11個惜しい、はい、はい、15正解おめでとうございます。当たった、どうぞどうぞ。あら、そんな打ち合わせしないよこれでね、願い事叶います。いいことあります。はい、ラッキーチャーム。じゃあね、このマイラッキーチャームは、はい、踊りもあるそうなので、はい、今日は特別にね、ダンサーの世田谷のお兄さんを呼びました。どうぞそして、アクションスターのそちらのお兄さんもどうぞどうぞどうぞ、はい、そして、はい、長野県出身の可愛い子どうぞ本当はね、しおりちゃんにも来てね、踊ってください。あ、大丈夫なんですか。嬉しい。大丈夫ですか。じゃあ、あやかちゃん、はい、あやかちゃんどうぞ。クッキーズだ、クッキーズ、どうぞどうぞ。クッキーズだ、クッキーズだ、はい。で、おそらくどんな踊りかわかんないと思いますので、ひとみさんの前に出て、みんなそれを見ながら踊ってください。さっきリハで見ましたけど、かなり難しいです。難しい。おじいちゃんは無理だな。うん、多分僕も全然わかりませんが、おじいちゃんも無理だね、はい、マイラッキーちゃんも皆さんが幸せになることを願いまして、はい、新曲でございます。聴、はい、いてください。はい、お願いします。お願いします。
幸せでありますように。ありがとうございました。無茶ぶりをね、ちょっとじゃあインタビューをどうでしたか、ご感想を。俳優の水沢レイさんもお越しくださいまして。いやすごいもう幸せで声らしい歌でした。ありがとうございます。一緒の思い出になりましたね。一緒の思い出になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう今日本中で、はい、もう大変な引っ張りだこの有名な俳優さん。そう、はい、ありがとうございました。引っ張りだこの大体あの自分はひとみちゃんが歌ってるじゃないですか、はい、その歌ってる間、はい、あの脇でお茶飲んで休んでるんですけど、はい、でその間次何や曲なんだったかなっていつもメモ見ながら思い出せなくなっちゃった。すいません、見れなかったんで。式次第を今確認しました。はい、さあ、さあこのね、江田ひとみさんのライブは、はい、世界中に配信されております。リオデジャネイロ、フランクフルト、バーミンガム。すごいですね。いろんなとこで見られてる。ということなので、はい、視聴者プレゼントというのがございまして、はい、今週の視聴者プレゼントこちらでございます。はい。聞くだけで中国英語を3時間で簡単に見つけ、はい、見つける本です。少しなんかねイントネーションが、はい、なまってます、はい、小池直美先生と佐藤誠司先生、中国英語、小池さんは中国英語、はい、英語教育会のね水笠社長と言われてるようですからね、はい、もうすでに著作が700冊を超えてるというすごい先生なんですけども、はい、その小池先生が今までの集大成、はい、もう全てねこれに出し尽くしたっていう3時間で中学英語マスターできて、2020年の東京オリンピックに向けて外人をねおもてなしできるという本でございます。はい、こちらをプレゼントいたします。はい、今日は何人の方にプレゼントしますでしょうか。今日は8月8日なので、はい、88名の方に。88名の方にございます。宣言ですね。お申し込み先はこちら、はい、東京都新宿区山吹町361、はいはい、株式会社ナウンドまで、はいはい、ぜひぜひご連絡ください。お待たせください。じゃあこちらの方はね、はい、じゃあ今日どなたか欲しかった箱の日なんだから、はい、お誕生月なので、はい、はい、ありがとうございます。確かに葉っぱの実だ。さあ、そうこうしてるうちに、はい、次は最後の曲になってしまいます。やだやだやだ、どっかで聞いたぞそれ。はい、こまごめ、じゃあ最後は行く前に告知、告白だってがありました、はい、告白だよ、これじゃないありました告知、はい、はいはい、佐藤雄二郎さんが作成してくれたタイヤです、はいはい、8月26日こちらは涙の、はいはい、アロハオエ。アロハオエって何だかご存知ですか。アロハ、あ、こんにちは、こんにちはでしょうかね、わからないですけどね。ハワイアンの歌ですね、はい、はい、それでですね、うん、あの葉月しおりさん、うん、そしてエリザベスさん、キャサリンさん、そして四号線さんという芸人さん、キャラが濃いな、よくね、一国堂と言わなかったですね、はい、この深い実習を見てね、はい、はい、ゲストもお呼びしておりまして、はい、はい、日曜日、これ江中ひとみさんのライブなんですよね、はい、そうですね、これ写真が江中ひとみ、すごいなんか牛肉のメインになってる、ね、松坂牛がこれ一番メインになってるんですけど、牛肉も歌うのかしら。お茶の水トリロジーさんで、はいはい、行います。ぜひね、入場無料ですので、ぜひ皆さんお越しください。でもさ、なんで松坂牛が真ん中にあるか説明しないとね。あ、そうですね、はい、江中の支配ライブはですね、牛肉が当たります。はい、はい、A5 ランク松坂牛のすき焼き用 700g が当たりますので、はい、ぜひ皆さんね、はい、皆さん当たってますね。そうです、結構この中で当たったかと思います。私当たってないよ。来て当ててください。毎月継続することが大事ですね。ぜひね、来てください。それでは最後の曲でございます。はい、最後の曲です。江中ひとみさんはこんな格好してるんですけども、もともとはね演歌、お笑い芸人だったんですが、お笑い芸人をやりました。演歌歌手なんです。はい、そして今度はなんとシンガーソングライターとして自分で歌を作って曲を作って作詞をしました。すごい良い曲。なんていう曲でしょう。はい、銀座でアンパン、渋谷で
ピンポン。ピンポンソングかなと思いますけどね。関係なことですね。はい、あのね、渋谷でアンパン、あの渋谷はアンパンを食べたり、渋谷でキスをしたり、みんなね、こう苦しいことも、うん、辛いこともうまくいかないこともいっぱいあるけど、絶対に目は叶うから、ね、楽しく生きていこうって言ったり。ちょうどね、8月盆踊りの季節なんですけども、盆踊りにふさわしいような、はい、温度で作ってみました。皆さんぜひね、一緒に踊って。踊ってください。もう老若男女、はい、小学生からお年寄りまで踊れるようになっておりますのでね、はい、今日来てるお客さんもいろんな年代の方いらっしゃいますが、はい、あちらの方は若く見えますけど、けどもお年を26歳、高校生、何歳ですか？69歳、69歳、96歳には見えないですよね。でも若く見えます ね、 ね、ご職業は、一応高校生、高校生なんですね。何度も留年してね、はい、きっとご苦労があったんだと思います。勉強ができないんだと思いますけどね。でもこの歌を聴けば、はい、夢は叶いますので、いつから卒業できます。そんな願いを込めて、はい、ひとみちゃんの新曲、はい、発表記念、今日は皆さんにね、3名の方にアンパンをプレゼントします。はい、アンパン欲しい方、はい、じゃあそこの96歳、はい、はい、じゃあ、はい、はい、はい、レインさんもいて、じゃあ、はい、じゃあ、レインさんにね、はい、レインさん、はい、すいません、このままありがとうございます。銀座でアンパンなのか分かんない。それじゃあね、はい、楽しい音楽でございますので、ね、皆さん手拍子などしてね、多分イントロが流れ出すと皆さん踊りたくなると思いますので、今度客席でね、はい、踊ってください。輪になってお願いします。はい、銀座でアンパン、渋谷でピンポン、はい、演歌音頭でございます。楽しんでください。一緒に。
ね、8月15日の5位に向けて考えて本世になると思いますので、皆さんもね、ぜひゲリラ的にこれを流行らせていただけると嬉しいですね。そうですね、そうですね、思っていただけるとね、日本中が明るくなりますね。そうです、夢は叶います。夢は叶います。いつか高校卒業できます。はい、はい、96歳のゆうひろさん、頑張ってください。なんだってね、台風ですけど、この後もまた素敵なゲストの方が ね、たくさん登場しますので、最後までお付き合いください。はい、どうもありがとうございました。